それではサガン鳥栖2016シーズン報告会、これより選手たちから言葉を受け取りたいと思います。それではまずはじめに背番号1ゴールキーパー赤星拓、皆さんこんにちは。今日はお集まりいただきありがとうございます。僕がここに立って挨拶するのは10回目になります。ここに立つと、皆さんの顔がよく見えます。とても幸せな気持ちになります。この気持ちを味わいたくて僕たちは、サッカーを頑張っているんだと思います。今ここにいる仲間、ここにいない仲間、2016年サガン鳥栖のために戦った全ての仲間と熱い情熱を持って素晴らしい時間を共有できたことを本当に誇りに思っています。結果をつかむために明日からも向上心を忘れずに努力していきたいと思います。11回目の挨拶はさらに良い結果を持ってここで挨拶できるようこれからも精進していきます。今後ともサガン鳥栖をよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん良いお年を。改めてコールをお願いします。ナンバーワンゴールキーパータクー、ワーカーホーシーン。続いては背番号2ディフェンダー三丸博文。手足が長いと言われるのでカニになって今年1年間応援ありがとうございました。まず今年鳥栖に来て本当に良かったと僕は思っています。街を歩けばいろいろな方々に、優しく迎えていただいて、スタジアムでも多くのサポーターの方に声援をいただいて、そして何より、小林輝明選手、磯崎啓太選手、そしてキム・ミル選手と出会えたことが本当に僕は嬉しいです。そういった先輩の姿を目にすることが僕はできたので、これからのサッカー人生先輩たちに追いつき追い越せるように頑張っていきたいと思います。来年また熱い応援よろしくお願いします。背番号5ディフェンダーキム・ミンギョク。皆さんこんにちは。また日本語が下手だけど聞いてください。本当にありがとうございました。来年は皆さんはいなくないけど頑張ります。ありがとうございました。スリーボール6ミッドフィルダーアイメンタハール。こんにちは。
Good afternoon, hope you're all well. I just want to say thank you for the support and love you've shown me and the team. Thank you. 皆さんこんにちは。今年1年の応援ありがとうございました。続いては背番号8ディフェンダー藤田正人。皆さんこんにちは。まずはじめに1年間、応援ありがとうございました。僕自身、加入1年目になりますが、地元九州ということで、強い決意を持って鳥栖に来ました。苦しい時期もありましたが、しっかり自分自身と見つめ合い、日々向上心を持ってやってこれたと思います。来年以降、チームが変わっていく中で、様々なことが起こると思いますが、自分見失わずに、地に足つけて、しっかりやっていきたいと思います。今後も熱い声援のほどよろしくお願いします。背番号9フォワードムスタファ・エル・カビル。こんにちは。I would like to thank everybody for the support I get since I came here to Japan。 まずはこの皆さん、サポーターの皆さん、ありがとうございます。My teammates, the staff, and the supporters, it's been an amazing half year for me, even if I didn't play that well. And I'll hope I can do better next year. Thank you very much. 今年1年間、素晴らしい1年間で、チームメイト、サポーター、チーム、スタッフ、皆さんのおかげでいい1年間を過ごせました。そして来年はさらにいい1年になるように努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。背番号10ミッドフィルダーキム・ミヌ。こんにちは。今年1年間本当にお疲れ様でした。来年もここベアスタを熱く美しくしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ロボテンリフィーパークリーンミーヨー。背番号12ゴールキーパー辻修吾。こんにちは。プロ1年目をサガン鳥栖で過ごせてよかったです。今年1年応援ありがとうございました。ロボクラのゴールキーパー修吾剛志。背番号14ミッドフィルダー高橋良樹。こんにちは。高橋良樹です。いつもいつもどんな時も熱い声援ありがとうございます。本当に皆さんには感謝しています。引退する選手、退団する選手、その選手たちがサガン鳥栖で築き上げたものをしっかり受け継いで、また下の選手に伝えていけるように
これからも頑張っていきたいと思います。今年一年ありがとうございました。背番号18、フォワード、富山高道。高道後輩のベースボールが、やっていたんで、先輩の僕もやらないといけないと思って、1年間本当に熱い声援ありがとうございました。ピッチで結果を残して皆さんに感動を与えられるようにやっていきますので、これからも熱い声援よろしくお願いします。背番号21ゴールキーパー新川歩美。今シーズン、初めて移籍という形で、聞きましたけど、サガン鳥栖を選べて本当に幸せでした。来年は、まだ今しゃべはい。頑張ります。よし、頑張ってみよう。ゴールキーパー歩み、背番号22フォワード池田圭。サガン鳥栖を愛する皆さん、こんにちは。鳥栖に関わる全ての皆さんのおかげで1年間戦うことができました。1年間本当にありがとうございました。背番号23ディフェンダー吉田豊。こんにちは。1年間熱い応援ありがとうございました。この場でいい報告ができないこと本当に悔しいです。来年はいい報告ができるよう、頑張りたいと思います。1年間ありがとうございました。こんにちは。来年からも自分の目指している舞台を立てるように努力したいと思います。1年間ありがとうございました。ミッドフィルダー、早坂亮太。皆さん、こんにちは。まず最初に、磯さん、テルさん、お疲れ様でした。そして、ミヌ、ありがとうっていうのを言いたいと思います。1年間、熱い応援ありがとうございました。本当に皆さんに会えて幸せです。ありがとうございました。背番号29ミッドフィルダー谷口博之。皆さんこんにちは。1年間、サポートありがとうございました。来年タイトル目指して、戦っていきましょう。ありがとうございました。
背番号30ミッドフィルダー福田明人。皆さんこんにちは。今年結婚しました。来年さらにいい年にできるよう頑張ります。サガン鳥栖はもちろんですけど、明太ワイドの方もよろしくお願いします。背番号33ゴールキーパー林明宏。1年間、リーグサポートをしてくれて本当にありがとうございました。皆さんに報告があります。僕は今年でチームを離れることになりました。まだチームの発表がないので、オフィシャルの発表がないので、皆さんに一番最初に伝えたいと思い、この場で発表させていただきました。いろいろな報道が出ている中で、僕の意思とは違う報道のされ方もしましたし、捉え方という部分では僕の意に沿ってない部分っていうのはたくさんあった中で、やはりコメントをするのはこの場でしたいなということで、これまでは何も言わないように、自分の中で心に決めてました。鳥栖に来た時、僕は、清水エスパルスというチームから来ましたけど、正直、拾われるような、そんなような形で来ました。来てから声をかけてくれて、それで、僕はサガン鳥栖というチーム、そして九州というその町に本当に惹かれていきました。実際は本当にこの選択を選ぶ時も本当に考えましたし、いろんな人とも喋りました。ただ決断したのは、決断の理由は、僕の祖母が、103歳という年で、最後の1回試合を見せてあげれるかなと、そういう思いで某チームを選びました。某チームということしか今は言えないので、オフィシャルの発表の時に確認してください。僕は全てに対してサガン鳥栖というチームサポーターに本当に感謝しています。ある一方ではサガン鳥栖では日本代表を選ばれないのかとか、サガン鳥栖だと日本代表のレギュラー取れないとか、そういう思いというものは全くなかったし、正直僕の思いとしてはサガン鳥栖で日本代表のレギュラーを取りたいと思ってました。
タイトル取りたいと思う。ずっと監督と、まあ、社長と話してましたし、取れるという手応えもありました。その中で今年みたいな不甲斐ない前半戦みたいな不甲斐ない結果を出してる自分がこのタイミングで離れるということも正直悔しい気持ちと不甲斐なさとそういう気持ちが入り混じった中で皆さんにこの報告をしないといけないことも正直つらかったです。ただやるからにはこのトスと戦うこともあると思います。その時は全力で僕の成長した姿そして敵にして嫌だなと思われるようなそんなパフォーマンスをしていきたいと思いますし、それを皆さんに恩返しの形で見せたいと思います。本当に3年半でしたがありがとうございました。皆さんこんにちは。まず、今日のこういったイベントを通して、サガン鳥栖というチームは本当にたくさんの方たちに支えられているなっていうのを改めて、再確認しました。僕は半年前夏にサガン鳥栖に、来ましたが、初めてこのベストアメニティスタジアムに、足を踏み入れてファンサポーターの皆さんの応援する姿を見て一瞬でサガン鳥栖のことが大好きになりました。そんなサガンも大好きなサガン鳥栖のために僕は戦いたいと思ってますし、皆さんに喜んでもらうことが僕の仕事だと思っているので、来シーズンそういった思いを胸に、サガン鳥栖に感謝して戦いたいと思います。フォワード岡田翔平。皆さんこんにちは。今年1年間熱い応援ありがとうございました。見つまるところがすごい面白くなってきてくれてるんで嬉しいです。この後タガーが罰ゲームやってくれるんで応援してお願いします。背番号40、フォワード石川大翔。
さん、こんにちは。約半年、こっちのトップチームの方に賛同させてもらって、まあでも試合には絡めず、自分の力のなさを感じた半年になったんですけど、来年は必ず試合に出て活躍できるようにするので、応援よろしくお願いします。それでは。題名は、数学が大好きな先生。直角のパラダイス。サガン鳥栖2016シーズン報告会、12月の師走の忙しいさなか、そして日曜日このタイミングでたくさんの方にお集まりいただきました。本当にありがとうございます。さあ、それではこれよりサガン鳥栖2人の選手の現役引退セレモニーを執り行いたいと思います。磯崎圭